こんな感じなんだ。どうもしゅんです。こんにちは。皆さんは就活居酒屋というものに行ったことはありますか？僕は行ったことがなかったんですけども、今回愛知県にある就活居酒屋というイベントに今回潜入してきました。まだ行ったことない人はこの動画を参考にしてもぜひ行ってみてほしいなっていうふうに思います。ちなみになんですけども、就活イベントまあいっぱいありますよね。合同説明会からマッチングイベントとかたくさんあると思うんですけども、就活イベントに行く時のポイントを僕から3つだけお伝えしようと思います。まず1つ目、やっぱ目的意識を持って行った方がいいと思うんですよね。自分の志望する業界について深く知ろうとか、その企業に対してホームページとかで調べてもわからない情報を聞くとか、社員の方3人に話しかけるとか、何かしらの明確な目的と目標を持つことは大事だと思います。就活イベントの結構最大のメリットとして、今まで知らなかった業界について知れたり、今まで知らなかった出会わなかった企業に出会えるっていうメリットがあると思います。リクナビとかマイナビとかだと、やっぱ企業を知っている企業を調べるっていう就職活動にどうしてもなると思うんですけども、何かしらのイベントに参加することは出展している企業もたくさんあるので、今まで知らなかった企業に出会えるっていう点で自分の可能性を広げることができるので、僕は就活イベントに1回は行ってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。よいしょ。これは有名大学じゃない人あるあるなんですけども、 OB 訪問 OG 訪問がなかなかできないじゃないですか。行きたい業界とか行きたい企業に自分の大学の OB OG がいないっていうことは多くあると思うんですよね。だから OB OG 訪問代わりに就活イベントを利用するっていうのは僕は結構やってました。最後なんですけども、どの規模の就活イベントにも就活ガチ勢と呼ばれる方々が必ず 2,3 人はいます。いわゆる就活ガチ勢の人とつながって仲良くなって情報を共有するっていうことは非常に大事だと思います。実際に今回潜入させていただいた就活居酒屋にも就活ガチ勢の方は何人かいらっしゃいました。だからこそこういうイベントに参加するっていうのは結構就活において重要なんじゃないかなって僕は思ってます。で、今回愛知県の就活居酒屋に潜入してきたんですけども、お酒を交えながら企業の人事の方であったりとか代表の方とお話しできるっていうアットホームな感じの就活イベントなんですけども、居酒屋ならではのぶっちゃけの話とかも聞けてすごく楽しかったです。流れとしましては、最初に乾杯の前にその就活居酒屋を主催されている宮古工業の安本さんという方から就活の心構えに関する授業がありまして、そこ分かった上でも足してね、2万7000社しか載ってないんで1%も載ってません。日本の会社の就職活動って論理的に戦わないんだ。学生の将来への選択肢とか働くことに対する考え方を変えたいっていう風に思って熱く語っていて、でかっこいいおっちゃんだなっていう風に思いました。そこから乾杯があって、ではじゃあ皆さん引き続き頑張りましょう。乾杯。でテーブルごとに企業の方がついてくださって、参加されてる企業さん全員とお話しするっていう感じの流れで、なんだかんだ就職活動も終わりに差し掛かってきて、今からまあ切羽詰まっている人もいるかもしれないんですけども、こういうなんていうんですかね、フランクなイベントに参加してざっくばらんに企業の方とお話しするっていう経験もしてみてはどうでしょうか。就活居酒屋ということもあって結構周りがガヤガヤしてて音は聞こえづらいかもしれないんですけど、雰囲気などを楽しんでいただけたら嬉しいです。ということでどうぞ。めっちゃ酔ってしまった。あっかくない？やばいぞこれ。どうですか？一緒に働いてみて、社長がどうなるか。結構こういうのから内定が決まったりっていう。じゃあ、新大学さん、みんなと同い年ということで、感想をどうぞ。
感想、いやでもすごい、なかなか僕も毎週週3ぐらいで就活イベントを、その就活生ではないんですけど参加、市場調査のために参加してるんですけど、なんか変わった切り口でこういう就活イベントは初めてだったので、また来たいなっていうふうに思いました。またぜひどこかでお会いした時は話しかけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。こういう無償で楽しめるのをめちゃめちゃ親身に教えていただいた就活イベントがいっぱいあるので、確かになかなかないですね。なかなかないからすごい良いなと、すごい有意義な初めてですか？どうですか？聞いてもらってざっくばらんに話していや、そこで、ね、でもやっぱそうですか？よかった。酒も入ってて、はい、すごくいい雰囲気で話すことができました。あ、よかった。でも大丈夫です。あ、よかった。